1> 第1回1番えどうしたのここ、ほりだらけじゃない。1さっき拭いたばかりなのに、変だな。2, 2さあ、どうやったらいいんだろう。3うん、掃除をしたばかりだからね。 2番こんなことになるんなら行くのよせばよかった1うんきっとうまくいっただろううん君も行けばよかったのにだから行くなっていっただろう3番 できないならできないって言ってくれたらよかったのに1いいえできないこともありませんでもなんとか頑張ろうと思っていいえそれができたんですよ4番ああまたやっちゃった。1 え、終わったの？ずいぶん早いね。二、え、もう三度目じゃない。三、え、またやりましょう。五番、彼女のピアノはちょっとしたものね。一、うん、あれだけ弾ければいいね。二。 そう、まだ初心者だから。三。うん。大したことないね。六番。忙しそうね。今私。手が空いてるけど。一。うん。今忙しいから後にしてくれる。二。あ。手が空いてからでいいよ。頼むね。三。 そう、悪いね、助かるよ。七番。いやー、参った。こんなことになるとはね。一。え。どうしたの。何があったの。二。え。そんなことになったら、大変ですよ。三。あ。そう。 それじゃあ、まあまあだったね。八番。明日のハイキング。この雨じゃね。一。今にも降り出しそうな空ですね。二。今日じゃなくて、よかったですね。三。ちょっと無理みたいですね。 9番計算は必ず2回やるようにっていつも言ってるだろう 1, 1はあそうですねいつも言っています 2, 2 a 2回だけです3回以上はやっていません3はあちゃんと確認したつもりだったんですが 十番。そんなことしたら、ただじゃ済まないぞ。一。分かったよ、しない。二。ただじゃないの。三。なんとか済ませてよ。十一番。よく、まあ。これだけのことができたわね。一。いや。 大したことなかったよ。二。いえ、これだけじゃありませんよ。三。うん、やっぱり無理だった。十二番。今度のことは。下手すると大事件になるんじゃないかな。一。うん。大事件になるかと心配したけどね。二。 そうなったら大変だ。上手にやれば大丈夫だろう13番明日来るのは気の置けない人たちばかりなんだ1それじゃあきちんとした服装で行かないとよかった気楽にやれそうですねえ。へー なんか胸がドキドキしますね。十四番。あら。こんなに気を使ってくれなくてもよかったのに。一。あ、気を使っていただいて、すみません。二。まあまあ、よかったと思いますよ。三。いえいえ、ほんの気持ちですから。 1> 第一回。一番。えどうしたの?。ここ。ほこりだらけじゃない。一。さっき拭いたばかりなのに。変だな。二。さあ。どうやったらいいんだろう。三。うん。掃除をしたばかりだからね。 2番、こんなことになるんなら行くのよせばよかった1うんきっとうまくいっただろううんきみも行けばよかったのにだから行くなっていっただろう3番。 できないならできないって言ってくれたらよかったのに1いいえできないこともありませんでもなんとか頑張ろうと思っていいえそれができたんですよ4番。 ああ、またやっちゃった。一。え。終わったの。ずいぶん早いね。二。え。もう三度目じゃない。三。え。またやりましょう。五番。 彼女のピアノは、ちょっとしたものね。一。うん、あれだけ弾ければいいね。二。そう、まだ初心者だから。三。うん、大したことないね。六番。忙しそうね。今、私、手が空いてるけど。 1。1> うん。今忙しいから後にしてくれる。2>, 2。あ、手が空いてからでいいよ。頼むね。3。そう。悪いね。助かるよ。7番。いやー、参った。こんなことになるとはね。1。 えどうしたの何があったの 2, 2えそんなことになったら大変ですよ3あ、そう。それじゃあ、まあまあだったね8番明日のハイキング、この雨じゃね1 今にも降り出しそうな空ですね 2> 2今日じゃなくてよかったですね三。ちょっと無理みたいですね9番計算は必ず2回やるようにっていつも言ってるだろう1はあ そうですね。いつも言っています。二。ええ。二回だけです。三回以上はやっていません。三。はあ。ちゃんと確認したつもりだったんですが。十番。そんなことしたら、ただじゃ済まないぞ。一。 わかったよ、しない。二。ただじゃないの。三。なんとか済ませてよ。十一番。よくまあ。これだけのことができたわね。一。いや、大したことなかったよ。二。いえ。 これだけじゃありませんようんやっぱり無理だった12番今度のことは下手すると大事件になるんじゃないかな 1> 1うん大事件になるかと心配したけどね 2> 2そうなったら大変だ。 上手にやれば大丈夫だろう13番「明日来るのは気の置けない人たちばかりなんだ」1「1それじゃあきちんとした服装で行かないと」2「2よかった気楽にやれそうですね」えー なんか胸がドキドキしますね十四番あらこんなに気を使ってくれなくてもよかったのに一。あ気を使っていただいてすみません二。まあまあよかったと思いますよ三。いえいえ ほんの気持ちですから。